新宿末広邸末広邸政風は明治初年の老曲師。今に残る色物の寄せ、新宿末広邸の主人として名が残る。出身は一節に名古屋。中京節の大屋として派を唱えた。全名を吉川達治と言い,い、吉川達丸から初代末広邸達丸、ついで末広邸政風、または清沖稲と名乗り、末広邸派を樹立した。 言うてん之助などを読み物としたが、美しい男前で、舌が長く垂れるように口を開いたまま語っていく中に、品の良いユーモアがにじみあふれた。男っぷりのいい上に、大変な気道楽で、夏も汗を厭わず、いい子らいをしてぞろぞろ練り歩く。しかも、少し着ると秋っぽくてすぐ人に譲ってしまう。浅草の古着屋で気に入ったものを見つけ、自分の着ていたものをそっくり脱いで、 それを買ってきたなどの逸話もある。あまり言いそうをして、歩くので人だかりがし、往来止めになった、バカバカしい出来事もあった。ふんどしは不潔だということで、紙子よりで弾痕を包み上げ、使い捨てたという逸話が、子供の自分より懇意にされていた、三遊亭演唱の談話としてその著書、寄せ切り絵ずに描かれている。また、寄せ、堀江亭を買い取り、 末広亭という名前にし、終戦まで経営した。今の新宿末広亭である。門下には人呼んで、灰、はい、から立丸がいる。ありがとうございます。